い石つばです。ご視聴ありがとうございます。今回はね、トラックのスピード、大型貨物のスピードね、現在80キロのものを100キロにする話で、ちょっとね詳しいのまだね出ていましたので解説したいと思います。僕なりのね考えであり、ね、あくまで僕の主観もだいぶ入ってますけど、皆様のね参考になれば嬉しく思います。はい、僕の動画ではね日々こう言ってね、バスのこと、車のこと、まあトラックのことなどもねいろいろ話しております。もしよかったらね、チャンネル登録、高評価お任せしますので、よろしくお願いいたします。各種 SNS もやっております。Twitter、TikTok、Instagram などです。フォローのほど、よろしくお願いいたします。それではね、記事の方ね、見ていきましょうかね。はい。はい、どうも。こちらになります。ということで読んでいきますね。大型トラックの高速道路の走行速度制限緩和の是非、緩和されても多くの事業者は80キロ走行厳守の方針ということです。はい、ヤフーニュースからの引用記事です。とはい、こちら読んでいきますね。大型トラックの高速道路走行速度制限見直しは是か非か、警視庁は高速道路における車種別の最高速度の在り方に関する有識者検討会で、大型トラック等の高速道路の走行速度制限の見直しを検討していると、これはね今話題になっていることですよね。第1回の検討会を7月26日に開催し、数回の検討会を経て年内には方向性を出す予定だと。まもなくっていうことですね。大型トラック8トン以上の中型車ね、8トン以上の中型車ね、よくあるね、あの大型トラックですよ。12メートルボディ、まあダンプとかもそうだけど12メートルなくてもね、8トン以上の中型車。大型特殊自動車は現在、まあ大型特殊っつうのはクレーンとかね、そういったものなんですけど、まああれでも、まあ、80キロ出せるやつかな、そういうの。現在高速道路における最高走行速度が時速80キロとされている。追い越しなどの時は90キロ、まあそんなもんでしょうね。貨物の積載状況によって走行が不安定になる場合があることや、積載量に応じて制動距離が長くなること、事故発生時の被害の重大化などによると。この80キロ制限を見直すきっかけになったのは、我が国の物流革新に関する関係閣僚会議が6月2日に発表した物流革新に向けた政策パッケージ、以下は政策パッケージである。政策パッケージは物流の2024年問題への対応として、商慣行の見直し、物流の効率化、荷主、消費者の行動変容という3つの施策を打ち出した。この中で高速道路の大型トラック速度規制の検討が盛り込まれたのであると。はい、2024年問題出ましたね。これね、本当にね、今ね騒がれてますけどね。だが多くの運送事業者からはなぜという驚きと疑問の声が出ていると。事故のリスクが増大し、ドライバーの精神的疲労など労働強化をもたらすことが予想されるからだと。それにもかかわらず、なぜ政策パッケージに大型トラックの高速道路における速度見直しが入ったのか。まあ、早くなることによって仕事もよりね、あの増えるってことだよね。まあ、飛ばすことによって。20キロって結構大きいからね。で、今この時代で、まだね、仕事忙しくなるんじゃないかってことだよね。まあ、飛ばすことは、何のいいことも結局ないっていうことだよね。本当にそうだと僕も思います。賛成意見は2024年問題への対応として、ドライバーの労働時間の短縮が図れ、追い越し時の並走距離が短くなり、ストレスが少なくなるなど、どのような検討過程を経て政策パッケージに入ったのかはわからないと。だが多くの業界関係者が指摘するのは、ヤマト運輸の主張が通ったということである。え、ヤマト運輸、ヤマト運輸がそんなこと言ったんだ。いやいやいや、マジかっていう話ですよね。その根拠は、経済産業省、農林水産省、国土交通省による持続可能な物流の実現に向けた検討会の第4回検討会、昨年12月13日開催におけるヤマト運輸の事例発表だ。同社は物流業界が抱える
課題と対応策についてと題して発表したと。その資料によると高速道路での制限速度が引き上げられると長距離輸送におけるサービスコストを維持改善できるとしている拠点間の移動距離を 550km に想定し、東京インターから大阪インター間を時速 80km で走行すると実態高速時間は 12.5 時間だが、高速道路を時速 100km にすると高速時間は 10.5 時間になり2時間短縮できるとしている。はは、合わせて安全担保できる条件と実行施策案も提案したと。なるほど、そういうことなのね。ちゃんと考えられてるかもしれないけど、ちゃんとここには裏があって、また読みますね。結果的にはこの事例報告の内容が政策パッケージに盛り込まれたことになる。はは、そのため業界関係者の間で同社の本当の狙いは何かと様々な憶測がなされている。代表的なのは東京と大阪の拠点間の幹線輸送の第1便は80キロ走行でもその後に順次出発させる下請け事業者、孫受け事業者のいわゆる追っかけ便は2時間後の出発でも100キロで走らせれば第1便とほぼ同時に着かせることができるといった見方である。さらに同資料ではコストを維持改善できるとしているので100キロ走行で燃費が悪くなったコストはという声も出ていると。第1便は80キロ走行、これは自社便だね。普通に自社便は80で走って、あとは下請けとか普通、まあ、山とか仕事もらってるところね、それはね普通に100キロで走るってことだね。なかなかだねこれはね。はい、もちろん大型トラックの高速道路の走行速度制限の見直しを主張している事業者は他にもいると。例えば2年前から100キロへの緩和を強く主張してきた四国運輸局管内の事業者は、走行車線を前の車が80キロ以下で走っているとドライバーは追い抜こうとするが、スピードリミッターが90キロでは追い越し時の並走距離が長くなり、スピードを出して迫ってくる後続の乗用車がいるとストレスになる、そこで無理に走行車線に戻ろうとすると車間距離など危険性があるという。まあまあまあ、これはね大型運転手ならよくわかると思うんですよ。僕たちも当然わかりますし。そうなんですよ、80キロで走ってるトラックを90キロで追い越しかけるとモタモタモタって感じになるんだよね。まあ80で走ってるトラックを85キロで抜く場合もあるけどね、もう車速あるからね。これがまたねすごい時間かかって、まあ後ろから来る乗用車なんかねストレスになるっていう、あとバスもね、バスも結構バスの場合100キロで走るんで、結構イライラするような運転になるって言ってもね、僕なんかは、まあほとんどのバスドライバーもしょうがないなって、車速、まあ、このリミッターもあるからって思うんだけど、それがねわからない乗用車なんかもねトラックのこと煽ったりするんだよね。後ろからパッシングしたりしてね、ダーッとかけたりね、いるでしょ結構そういうね光景。うん、ほんでトラックのこと煽って、まあそれも YouTube とか出てるけど、トラックが普通に前のトラックにこう戻るじゃないですか。それも結構ギリギリで戻ったりもしちゃう場合はほらハザード焚いたりとかね、これ走行車線戻ろうとする車間距離、これがそうなんだよ。でもハザード焚いたりしてねやってるんだけど、そこで乗用車がねギャーって抜かしてまたトラックの前に入ってガーってブレーキ開いていたずらすんだよね。逆煽りっていうかもう頭にきてこの野郎っつってこうブレーキかけてやるバカがいるからね。それバスにもやるやついるんだよね。信じられないんだけどね、いるんだよね。数は少ないけど昔からそういうやついるんだけど、そういう時ね後ろから追突される可能性もあるんだよね。だからねアホな乗用車がねよく分かれよってことなんだよね。これ強く言うけど、そういうやつ YouTube 見てないだろうけどね、僕がこうやって配信してもね、お前らだよ、お前らがそういう運転するからダメなんだよってこう強く言いたいんだけど、あまり強く言うとね僕もね叩かれる可能性があるので、まあまあにしておくんだけど、そういうことなんですよ。はい、さらに誤解されているようなので言っておくと、最高速度が100キロでリミッターが110キロになっても全部が全部100キロで走れと言っているわけではない。各事業者が社内で決めた速度で走ればよい。だが追い越し時など速度に余裕があれば精神的な疲労はない。それに安全面での軽減ブレーキなどもある。四国東京間では90キロ走行なら80キロよりも1時間、100キロなら2時間早く着く。その分休憩を取ればドライバーにも良いと。そういったことね。まあ追い越しとかかけるときはね、100キロ出してもいいよっていうことで、瞬間的にはね。あとは90とか80で走ってもいいってことね。なるほどね。まあまあまあ、それは分からなくもないですよ。よく、まあ分かりますけど、僕も。ただね、そんな簡単な問題でもなくて、はい。反対意見は事故のリスクが増大し、ドライバーの労働強化にもなるので、働き方改革に逆行、燃費も悪くなるなどを懸念と。一方、反対の事業者が指摘するのは、事故のリスクと100キロ走行におけるドライバーの精神的疲労の増加、つまり労働強化になるという点だ。燃費も悪化する。うん。労働強化ね。かなり強硬な反対派もいる。大反対だ。今でも80キロ走行なのに、リミッターが90キロなので、90キロ近くで走っているトラックもいるのが現状だ。速度制限見直しよりも積み込み作業などを短縮すべきである。反対だとはっきり書いてくれ。
四国運輸局管内の事業者、もう同じ四国運輸局なんだね。それよりも2トン車や4トン車にもスピードリミッターの装着を義務化すべきだ、関東という意見もある。吹っ飛んで歩ってるね、2トン4トンいるからね、特に4トン。ねえ、やばいの、今でも普通にいますよ、120、30、それ以上で走ってるの、たまにね、見受けられるから。それがどういうことかっていうの、わからないのかな。まあ、一定数ね、こういったこと考えてない、ちょっと頭の、ちょっと、っていうドライバーも、間違いなく いくつかはいるからね、煽り運転したりね、いるから、まあ、そういった方がよく聞けよって言いたくなるね、これはね、うん、ちゃんとやってる人もいますからね。うん、当社は80キロと決めて実行している。安全が第一で、2024年問題と従業員の生命を天秤にかけるつもりはないと。北陸信越。事故のリスクが増えるので速度見直しは反対である。現在の速度に馴染んでいて事故減少という結果も出ている。80キロで不都合はない四国。そうそうなんですよね。もともとスピード出して事故とか多いから100キロから80にしたんであって、なんでそれを前に戻すってことは、まあそこはね、車の性能とか、まあ安全装置とかもついてるからね、そういう風になってるんでしょうけど。九州各県の事業者が集まる会合があった。その場で今更なぜ速度制限の見直しをするのかという話が出た。リミッターの導入が義務付けられた当時と比べドライバーの平均年齢も高くなっている。当社では大手事業者の現場担当者から早く走れと言われたので昨年取引をやめた。九州、うん、大手事業者の現場担当者から早く走れというのは昨年、ああでもこのくらい強行に取れるっていうのはそれだけ安全っていうのもあるだろうし、まあ仕事を困らないところなんだかもしれないね。言うだけのことはあるぐらいの売り上げあるっていうのも、うん、そうなんだろうね。ああまあそこ以外にもね、本当に安全のことを考えてやったんだかもしれないですけどね。多くはね、やっぱりあまり強いこと言うと仕事切られるから、仕事切られたら仕事なくなるから、そんなに逆らえないっていうのあるけど、これはもう大したもんだなと思います。最高速度のあり方に関する第1回有識者検討会における国交省の資料によると、1993年、平成5年だね。97年、平成9年の高速道路における大型トラック等による死亡事故件数は326件。1998年、そうだよね、この平成10年この時ね、軽自動車も規格変更になったんだよね、25年前の話に、スピードリミッター装着の義務付けが決定されたが、1998年から2002年では282件まで減少。随分減ったね、この4年間で。その後も減少が続き、2018年から2022年では94件にまで減っている。すごい減ってるね。それで効果があるってことなんだよね、うん、またスピードリミッターの装着による走行速度の低下やエコドライブの徹底などにより燃費も向上してきた。トラックの設計も時速80キロ走行で燃費が良くなるように設計されているという。仮に100キロ走行が認められるようになるとスピードリミッターだけではなく車両の設計も違ってくる。それに伴い車両価格も高くなると、はい、80キロ走行と100キロ走行ではどの程度燃費が違うのだろうか。トラックメーカーは実験データを持っているはずだが、どのメーカーからも入手できなかった。一部をホームページに開示しているメーカーもあると、うん、そこで一般論として聞いたところ、大型トラックは目安として時速80キロから10キロアップすることに 10% 程度燃費が悪化する。トラックメーカー関係者という。したがって時速80キロ走行を100キロにすると単純でね、約 20% も燃料を多く消費することになると。大型トラックの高速道路における最高走行速度が100キロになると懸念されるのは、実運送事業者のドライバーの労働条件の悪化。実際にトラックに乗務しているドライバーの人たちはどうか。全日本運輸産業労働組合連合会運輸労連は昨年6月にアンケート調査を行った。同アンケートは高速道路の走行制限だけを調査したものではないが、有効回答総数は7819。高速道路速度制限に関する設問では全体合計で80キロに緩和すべき 38.8%、 現行80キロで良い 40.7%、 どちらとも言えない 20.2% だった。ただし100キロへの緩和を望む回答者の 70% は安全対策を前提にしているという。組合として安全第一のスタンスで、10月には組合員間でさらに検討を深める予定だと。まあ、どんどんね、こういう話は進んでるってことだね。だから簡単にね、速度っていうのを上げちゃいけないんですよね。うん、全国交通運輸労働組合連合会交通労連のトラック部会は正式に調査をしたわけではないが、賛否が半々ぐらい。地方の組合員はありがたいという意見が多く、都市部の組合員には否定的な傾向にあるという。このように賛否が拮抗しているので、組合としての可能性は出していない。いろいろ難しいんですね。うん。全日本建設
幸運一般労働組合健康労のトラック部会はナショナルセンターとして反対を表明している。11月に2024年度の方針を打ち出すので、その中で課する予定という。ではもし走行速度が100キロになったら各事業者はどのように対応するんだろうか。衝突軽減、ブレーキなどの装着を前提にすれば速度制限の見直しは良い。はい、最新設備ね。速度緩和も90キロで追い越すときに並走する距離が長く、現状と大きな違いはないだろう。100キロなら流れがスムーズで安定走行でき、ストレスも少なくなる。ドライバーも高齢化しているが、100キロなら大丈夫だろう。100キロなら大丈夫だろう。随分簡単に言う。だが、ハード面での条件を満たすためには猶予期間が必要になる。東北、ドライバーにとって乗用車などが120キロ走行できる区間での40キロの差は大きい。確かにね、新東名とか。だが100キロになれば20キロの差なので、ドライバーにはいいかもしれない。関東、80キロは一番燃費が良いし当社は飛ばさない。だが制限速度が引き上げられれば、荷主に急がれている時などは助かることもある。急げってことね、荷主がね。あるいは4時間で30分の休憩をというインターバルでは430、430問題、あと1時間走れば着くのに、その直前で30分の休憩を取らないといけないこともある。そのようなケースではスピードが出せれば助かる。だが100キロでは事故が多くなる。近畿、思ってやるけど、やっぱり事故が多くなるだろうっていうのは認識はしてるんですね。それはそうですよね。やっぱりやっぱ簡単にね、飛ばせないんだよね。高速道路の速度よりも高速道路の利用を増やすべきだという意見も少なくない。高速道路の制限速度を見直すよりも利用料金を下げて利用を増やした方が、よほど労働時間短縮には効果が期待できる。これまで一般道を走らせていたのを高速利用にすることで時間短縮ができるからだ。北海道、高速料金の別途請求を交渉している。往復とも高速を利用すればスピードアップよりも安全を確保して時短ができる。近畿、行きだけだった高速料金の請求を袋も請求するように交渉する事業者が増えつつあると。こうなればね、いいことですよね。スピードより確かにこっちの方がいいかもね。高速道路どんどん増やして安くなったら、やっぱり高いからね、やっぱり下道走ったりするわけだからね。速度が緩和されても現行の80キロ走行の車速を減止するという事業者が多い。従来通りの車速80キロで行く、燃費も良い。速度制限が見直されても現在のままの80キロで行く、安全などの問題もある。北陸、信越。だが速度制限の緩和で荷主や元請け事業者の変化を危惧する声も多い。スピードが出せるようになったのだから、追加の荷物をもう少し待ってもらってもいいだろうとなるはず。中国、さらにいずれは荷主や元請け事業者が時速100キロを前提に荷物を出すようになり、働き方改革とは逆行する結果になる。近畿、ね、だからスピードを出せるようになったから追加の荷物ね、これをどんどんね、出すか待っててもらうってね、意味がないよね。本末転倒だね。それはより忙しくなるってことだからね。これは疲れちゃうね。一方、ちゃんとした荷主も存在する。これはいい話だね。政策パッケージが発表されてすぐに取引先の上場企業の役員から高速道路の走行速度について問い合わせがあった。当社は安全第一でドライバーの労働強化になるので、従来通りの80キロで行く方針ですと答えたら、それなら安心でよかったと言われた。関東、あるいは未取引の企業から同様の問い合わせがあったと話す事業者もいて、安全第一はきちんとした新規荷主を開拓するチャンス、近畿としている。そう言ってくれるね、荷主さんは本当に大事ですよね。運送業界のことよく分かってらっしゃる。では、自分を、ね、使う立場だし、お客さんかもしれないけど、そのお客さんの立場になるんだけど、まだそのスーパーとかね、そういう荷主もね、お客さん相手であるからね、こういうね、なんつうのかな、持ちつ持たれつの関係つのは本当に大事なんですよ。それは一方的に偉いみたくなって、うちは客だからみたいに押し付けたんでは、本当にね、どん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 その業界がダメになっていきますよ。運転手も不足するし、給料も安くなるしね、これは本当にね、ちゃんとした荷主存在する。素晴らしい。あとね、有識者検討会でどのような方向性が出されるのかわからない。だが複数の事業者からは、経済合理性だけではなく高速道路を利用する一般の人たちや交通事故の遺族の人たちの声も反映すべきだという意見があったと。大事なことです。これも大事なことです。本当にね、遺族ね、それもないがしろにできないよね。
はい。ずいぶんね、長くなってしまったんですけど、これね、僕の意見書きました。うん、僕の意見はこうなってますと。ぜひつまない意見ね。これはね、個人的には安全性が最優先されるべきだと考えます、僕はね。うん、速度制限の緩和が検討される場合には、それに伴う安全対策が十分に行われる必要があります。また、多くの事業者が現行の80キロ走行を維持する意向を示していることから、速度制限の緩和が必ずしも全ての事業者にとってプラスになるわけではないとも言えますと。僕はね、こういうふうに考えます。いかがでしたでしょうか。はい。本当にね、この話はね、根深いですよね。はい。それではね、セキツバのまとめ、入っていきたいと思います。はーい。はい。いかがでしたでしょうか。僕のまとめね。まあまあ、さっき言ったんで、そんなに長引くとね、つまらなくなるのね、ざっくりと言いますけど、僕はね、もう、これには反対ですね、やっぱりね。まあ、反対の方がちょっとやっぱり多かったですよね。まあ、気持ちもわかるっすよ、スピードね。上げるね。うん。でもほとんどね、多分、仕事きつくなるような気がするんですよ。あとは高速道路、やっぱりカオスになりますよね。100キロで走ったりするとね、みんながみんな100キロじゃないと思うけど、100で走るトラックも多くなるってことを考えると、やっぱり、カオスになるよね、やっぱりね。下手するともっと出すのもいるだろうからね。それをすると、バスも乗用車もトラックもみんなしてそのスピードで走るもんだから、もう煽り合っても、なんかこう、カオスになるのがこう、想像できるんだよね、容易にね。そういうのはやっぱり事故を招くし、やっぱりイライラもするし、イライラが結局事故になるからね、やっぱり悪循環なので、僕はちょっと反対かな。まあ僕の意見ですよ、これは。皆さんはどうでしょうか。うん。なんかもう感じたことあれば、まあ、コメント欄にどん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 書いてください。コメント欄ね、ちょっと返信するの遅れてますけど、必ずね、返信しますし、全部目通してますので、そこんとかね、ご勘弁ください。はい、こんな感じでした。僕の動画ではね、日々こういったトラックのこととかね、まあメインバスだけどね、バスのこと、車のことね、配信しております。もしよかったら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。各種 SNS、並びにね、ショート動画、サブチャンネルなどもやっております。こちらの方もね、フォロー、チャンネル登録などお任せしますので、よろしくお願いいたします。それでは、セキツバチャンネルでございました。ご視聴のほどありがとうございました。失礼いたします。はい。